海と日本プロジェクト in 徳島。牟岐町でこのほど島めぐりの観光や釣り船に利用できるちょっとユニークな色の漁船の進水式が行われました。目にも鮮やかなピンク色の船、牟岐町の渡船業山下陽介さん37歳の第18海良丸です。全長16メートルで21人乗り、トイレも設置されています。釣り船としてだけでなく、無人島大島などを案内する観光船としても使用します。この船の特徴というのは何ですか？まず色がピンクという目立つようにしております。あとはもう個室トイレつけて、一般の女性、子供さんが安心して行けるようにしております。船は新しい観光資源としても活用されるそうで、渡船業の閑散期の夏にはバーベキューや釣り体験、水上スポーツのサップ、スタンドアップパドルボートなどを町内外の観光客に楽しんでもらえるようにしていきたい。山下さんはそう話します。自然無岐大島という、ね、無人島で、まあ、綺麗な島なんです。それをみんなに知ってもらうために広めていきたいなという。牟岐町で新しい漁船が誕生したのは15年ぶりです。いいことだと思いますよ。後継者ができて、今までもう後継者が少ないからね、こういうことでできていくのはええこと。牟岐町の活性化につながるように、まあ、もちろん磯釣りメインでやってますんで、それ以外にも一般の方々が、まあ、気楽に来れるような、まあ、自然と遊べるような状態にしていきたいなと思っております。海と日本。